サンドです。どうもです。はい、今日ね、ちょっと短めにパパッと説明しようと思います。ポストカードのこの間靴下編んで、その残りでね、編んでだったネックウォーマー編み上がったので、全体像一応、その前にね、ネックウォーマーのつもりで少しだろうと思って編んでたら、結構腹巻き帽子みたいな大きさになっちゃったんで、それを見てもらって、あんな感じね、結構大きめにできて、今実物がねこれで、模様がね見えるようにと段ボール間に挟んでるんだけど、ね、平らになるようにで、水通し、まだね水通しとかしてない、ピーンって伸ばして綺麗に見えるかなっていう状態で今見せてるんだけど、このポストカードね全部可愛い。いやー、このねピンクのとかね、セータードが見たいなとか思ったり、どの色もね、男女問わず、ね、年齢問わず好きな色、ね、似合いそうな色見つかりそうだねっていう色だった。去年もね可愛いなって思ったけど、今年の方が私は好みだった。ちなみにね、去年ので見せれるのが今ね、違う、その前にこの靴下ね、靴下で模様をねやった時と、やっぱり幅広くね編んでるから模様の出方が全く違うなって、うん、いろいろね、幅広いので編むとね、こういう感じになるんだなっていうのが、うんね、違いが分かったかなって思ってます。でね、このポストカード、去年のとすっかり同じ素材、同じね、ポリエステルだよね。あ、ポリエステルじゃね、アクリル。アクリルだよね。アクリル 100% で、素材とかね、変わってるか変わってないか、ほら、ね、詳細なところ、同じアクリルでもさ、使ってるものが違うと、もしかしたら、あ、ちょっとこう糸始末忘れてだったね、ちょっと違うかもしれないんだけど、実は去年編んでね、腹巻き帽子って言って、で腹巻き帽子にしないでね、柔らかくて気持ちいいから、私ね、この間も言ったんだけど、枕カバー、お昼寝用の枕カバーにねこうなんちゃって枕みたいなのにカバーにしてて、1年間去年編んでからずっと座椅子の上に置いといて枕にしたり、ね、クッション代わりにしたり、私も旦那さんももうねずっと使い続けて、今ね毛羽立ち具合がこんな感じ、どうだろう、何回かは洗ってるんだけど、見えるかな毛羽立ち、横からしないと見えないかな、ほとんど
ほとんどというか、それはもちろん毛羽立ってるよ。このね、編み立てのとは違うんだけど、大きい毛玉とかはそんなついてない。驚き。ねえ。ねえ。で、あのね、あと2色、もう2色のやつもあるんだけど、そっちはそっちで、本当リアルにね、使ってで、今ちょっと持ってきてなかったから、あのね、中の枕が見えるような長さだったのよ。2色で作ってるから、でそっちはちょっとお見せするのが恥ずかしいんで、まずはこのね、中の枕が見えない方の見せてるんだけどでね、あのこのね、あのポストカードさ、5個使って1色ずつ買ってきて、5個使ってこんなに編めて、ね、1玉が 25g で、ちょっとちっちゃい字見えないんだよね、 140m で、ね、5個買ってきて、この靴下はね、ちょっと靴下お揃い感ね、こうランダムで編んでって、お揃い感を出すために別糸ね、グレーの別の糸を使ったけれどもね、こうね、2足ね、2セットね、編んだ他にこんなに腹巻き帽子っぽいの、ネックウォーマー、ほんとね、自分の予想ではね、これぐらいの長さかなって、ネックウォーマーにしようって思ってたのに、もう十分さ何にでも使える。ちょっとこれね、本当はこんなに使えるんだったら、裾をね、裾っていうの、靴下みたいに閉じた状態から始まって、バッグじゃないのよ、なんて言うんだろう、巾着とかね、作れる大きさだったんだなとかね思った想像以上に大きく、3号の輪針でね編んで、目数がね、本当はね、152、3とかね、150以上かなぐらいに編もうと思ったんだけど、数え間違ってて148でした。148でぐるぐるやって、普通にメディアスでねやって、最後は伸びる作り目で作って、最後も伸びる伏せ止め、伸びる、ちょっと正確な名前わかんないけど、伸びるタイプので、どっちもやって、はい、いい感じです。ちなみに折った感じ、ちょっとね、折ったらどうなるかとかね、試してなかった。この段ボールにすぐね入れちゃって、明るいうちに撮影しちゃおうとかって思ってさ、裏もね、かわいい。ちょっと糸処理がちょっと、うまくないところもあって、うまく隠せないところもあったんだけど、裏もかわいいよね。ちょっとかわいい裏編みをねしても、かわいいね、じゃないかなって思ったね。裏編みのなんかを編んでもきっとね、かわいさ伝わるかな。私がちょっとね、編むのがね、下手っぴだったり、糸処理がね、下手っぴだったりするから、ちょっとね、ちょっと引き立って、で引き立てて見せれてないかもしれないけど、意外とね、この色の変わり具合も可愛いし、一色ずつでもね、可愛いなって思った。ね。で、はい、ちなみに折って使った場合真ん中に来る糸をもうちょっとね、違う色にね、可愛い色にすればよかったかな。ちょっと地味な部分が真ん中に来るようになった。上にね、来る方を、でもね、このくるくるってなる部分はどっちもね、可愛い色使ったからいいかもしれない。どうだろうこのね、順番とかね、本当どういう順番でやったら可愛いかなとか、馴染むかなとか、いろいろ考えたんだけど、この順番をね、変えるだけでもまた雰囲気変わるんだろうね。まあもちろん一色ずつね、編んで統一感出すっていうのもね、あるんだろうけども、いやー、皆さんはどの色が好きかな。そうね、私は
この組み合わせが好きかな。これが一番好き。可愛いなって思った、女の子って感じじゃないなんかここら辺はね、男性でも良さそうな、ね、渋めのできそうな気がするしなんて思って編み終わりましたっていうお話でした。つうことで皆さんもポストカードね、手に取ってもう編んでるかもしれないし、これから買いに行くよっていう人もいるかもしれないし、いろいろね楽しんでてね。つうことでまたねー。